やるすげえもん出てきたらこの中にタイム入ってるでしょ心当たりないですスパイあれはシュンシュンシュンくん、はい、あそれそれ食べながらでいいから食べながら荷物積みに今日持ってきた荷物はいはい手荷物今回のトップダンディラブ TV ショーは抜き打ち持ち物検査何も知らずに出勤してきたホストたちの荷物を徹底調査健全なホストならカバンの中身も健全に違いない一体どんなものが出てくるのでしょう早速行ってみましょう今回のターゲットはこの人この度プレイヤーから内勤へとクラスチェンジラブを支える新たな柱月城俊さん今日荷物検査の日なんですよ最悪ですね抜き打ちですいきなりすげえもん出てきたなこれはないんですか保湿クリームですよ保湿クリームおーまたまたちょ値段言ったってまたまた値段15,400円えなんでうわ本当だ書いてあるこの中にタイム入ってるでしょ隠してあるでしょまあまあこれエアポッツはい音楽はどんな聞こえですかエグザイルとかねエグザイルこれ量がと同じくミンティアやっぱミンティアは持つんだねタバコまた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 先っちょくるくるってなってるんじゃないなってないですで何でか知らないですけどアタムさんが神々の携帯っていうねなんかこれ金運が上がるとか言ってなんかない金運が上がる携帯も入れるんだ携帯も入れますよ入れていくスタイルだねなんなんやお前かわいいけよこれ生き返りで絶対舐めますよこっちなみで、なみでだプリン、はい、プリン味好きなのはいポンポンプリンも好きなのねうわ旬のノート旬のノート、何が何食べるのかなあ、食べてくださいねあ、はい、すいません、お食事邪魔してでも、うちはライターあ、ライターはい、はい、なんか、なんでか知らないですけどフラフだけV ロードあー、目薬みんな目薬入れてるなうんちょ待って、シムカードだけなんて何の意味があるんだ、これ知り合いがなんかやろシムカードは常に持ち歩きは大事って言っていや、これだけで何ができるのちなみに心当たりないですじゃゴミやろなと思ったらシムカードで、お待ちかねですよこれ、これ、これ、シムさんの財布ねこちらどこどこのサイズでこれはルブタンのサイズですかおールブタン結構前に買ってたシューズはクリスチャンルブタンのクリスチャンルブタンですかそうですおーディスタビジムなんでショーティーシューズはクリスチャンルブタンえ、そんなことあんの勉強不足ですよ知らなかったグイだねうわー中身ちょっと気になるな、シュンの財布はまず現金チェックいきましょうねえ、お金いいなんで4 5 7 8 なんでなんでなんで9 10なんで10枚持ちすぎじゃないなんで10枚持ってんの10万円あったらなんか大抵なんとかなるかないやそうそれ2,000円おうまず現金の量が多分このホテル一番持ってるぐらい持ってるいやその中でも結構持ってる方に入るねまあ、なんかいっぱいあるなぁ。いっぱいあるなぁ。はい、まずミスタードーナツの、うん、さつまいも、みついも、さつまいも、みついも、ブリュレ、さつまいも、大学院、さつまいも、スイートポテト、さつまいも、まるで焼き芋、どんだけさつまいも好きやん。ミスドが焼き芋、焼き芋屋やってて、うん、新しいの全部くださいって言ったらこうなった。あ、それで、はい、なるほど。甘いの好きだね、シュン。シュン、そうやね。シュン、逆に辛いもん食べへんもんね。マジで。見た目に反して全く辛いもん食えへんっていうのがちょっと面白いの。で、イオンカード。おぉ。で、これ、質屋の人の名刺。何を質に入れようとか言ってんねん。舞浜イクスピアリ、1450円、サイゼリア。舞浜でサイゼリア行った。で、ディズニーランドの中で食べたんですかねアップル、エリサラダ、コカ・コーラ、フレンチフライドポテト、リチスおおなんかちょいちょい野菜挟んでくるよなそう、健康の仕事なんかで、ビッグラポン、くら寿司おおええ
皿やと思います。51皿広いですよ。お前フードファイターか。すごくない？え、な、何人だよ。2人っすよ。1人25皿めちゃくちゃ食うな、マジで。やば。クラブ。おっとおっと、違う。なんかカタカナで月城って書いてある。ラブでホスト始めて数ヶ月ぐらいですかね。友達がホスト始めて、うん、遊びね、来てみたいな。はい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 。あ、出た。うわ、なんすか。うわー、カジワナ。お前ちゃうやん、カジワナ。明細だけなんか雑に入ってるっていう。さあ、お守り。うわぁ、お守り。すげえ。あ、そうか、シュウが、あの、証券2役初めて行った時の気分で、すごいやん。おぉ、あ、だからお守りにしてんのか。はい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 、はい、これは大事なもんや。ひまわりさん、大久保2000円。何屋さんやろ。ひまわりって有名な、はい、定食屋さん。定食屋さんの、はい、食屋さん。でっかい肉じゃがの。美味しいの。美味しいですね。パクトリーと。スタバ。いやいや、カスタムしすぎやろ。バニラクリームフラペチーノにストロベリー果肉、ストロベリー果肉、ストロベリー果肉、エキストラホイップ。お前どういうことだろう。これは。で。パチンコ屋のパチンコ屋のメダル1枚。はい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 。なるほど。え、パチンコの収支はどうなんですか。これは分かっすね。なんかもうホストっていうよりはもうパチンコで飯食ってるもんね。プロでやりしょ。プロです。プロ。なんかでもそのコンプラがもう入ってなかったよね。そうっすね。うん。あ、これあれですね、内勤になってからのシステムとかですね。はい。俺は寝る前は歯を磨くとか、まあ、大事ですよ、内勤としては。いい夢見る。パチンコは週2回まで。誰に対しても謙虚の。プロを歩くときはシャキシャキと、はい、え、パチンコ週2回はちゃんと約束守れてんの。守ってないっすね。え、何週5ぐらい行ってるんですか。まあ、週5ぐらい。週5、6、5.5 ぐらい。じゃあ、週間レシートもどうぞ。いやでもなんかびっくりはやっぱあれかな、あの SIM カードと保湿クリームの高さ。何入ってますかね。何なんだろうね、ちょっと気になるね。なんか用途に応じて SIM 変えたりしてんのかなと思って。そんなことはないです。なるほど、ありがとうございます。場所決まったください。場所、はい、どうでした。現金持ちすぎやろって。現金多いっすね。だって代表とかでも10持ってない日もあるぐらいやと思うんですけど。10ない日はないっすね。すげえ。すげえ。俺金ないで2000円とかで来てるからね。まあ持たないに越したことはないなと思うんですね。危ないからね。でも SIM カード以外はそんなに気になるところなかったですかね。まあそうですね、大事です。まあ、あいつが CIA の可能性があるんで、ちょっとその辺はちょっと調べていこうかなと思うんですけど、 SIM の2つのあるのはマジで怪しいな。スパイのスパイですね。スパイ、あれは。今回はここまで。次週、今流行りのあんなものから超高額なこんなものまでずらーっと登場。お楽しみに。